今なんて言ったの？静かにつぶやく義母の顔は冷たく恐ろしかった。え、いや、ですから妊娠の経過は順調だって。そうじゃないわよ、性別の話。性別は女の子ですけど。うちに女なんていらないわ。男を産めない役立たずの嫁は出ていけ。突然怒鳴られ、あまりの恐怖にビクッと肩が震えた。本来ならおめでとうと言ってもらえるはずの妊娠報告、それなのになぜ私はこんなにも罵倒されているのだろうか。義母に腕を引っ張られ、まだ冷える夜中に強引に放り出される。そのやりとりを見ていた夫は助けるどころか何も行動を起こさなかった。どうして、なんで私がこんな目に。性別なんてどっちだっていい、健康に生まれてくれさえすればそれだけで十分なのに。だがその数時間後、私の苦しみは思っても見ない形で報われることとなる。私の名前は宮本七重、30歳。保険会社で働くごく普通の会社員だ。仕事の功績が認められ、つい先日課長に昇進した。責任が増えて忙しくなったが後悔は一切ない。年齢的にもこの昇進は自分にとって大きな一歩となった。そんな私とは対照的に、結婚して2年になる夫の健太はフリーターから脱却できていない。どうしてフリーターなんかと結婚したの？そう友人に聞かれるが、これには理由がある。健太との交際が始まったのは3年半ほど前のこと。当時彼は普通の会社員をしており、収入も安定していた。その後、1年半の交際を経て、私たちは結婚する。ちょうどその頃、健太の母親が転んで足を怪我してしまった。これまでの生活が困難になり、義母はパートもできなくなってしまう。義父はすでに定年退職しているが、もういい歳なので義母の世話をするのは難しいだろう。そんな折、結婚の挨拶に行った私に義母はこんな提案をした。七重さん、申し訳ないんだけど、少しの間でいいから同居してくれない？え？同居ですか？はっきり言って気乗りはしなかった。最近は嫁いびりという言葉をよく耳にするが、人事ではないと思っていたからだ。義母は自分の足をすすりながら少し悲しそうに笑った。私も足を怪我しなければお父さんと二人で生活できたんだけど、今は階段を上がるのも大変になっちゃったからね。そのお母さんの足は治る見込みはあるんですか？お医者さんからは時間の経過とともに良くなっていくと言われたわ。だから少しだけでいいの。健太と七井さんがいてくれたら安心だし。お気持ちはわかりますけど。お願い、七井さん、私が普通に歩けるようになるまででいいの。何かあったらと考えたら私怖くて。お母さん。不安そうな表情の義母を見て胸がぎゅっと締め付けられる。自分の気持ちと葛藤していると、隣で聞いていた健太が申し訳なさそうに口を開いた。七重、俺からも頼む。父さんと母さんももういい歳だろ。何かあった時に近くにいてあげたいんだよ。それはわかるけど、結婚してすぐに同居なんて私にはハードルが高くて。そんなの心配ないって。うちの両親は優しいし、何かあったら俺もサポートするからさ。でも頼むよ七重。俺は七重と一緒にいたいし、母さんのことも心配なんだ。母さんが良くなったら、その時はちゃんと二人で暮らそう。
その時私は思った。この同居は永遠に続くものではない。あくまで義母の足が良くなるまでの期間限定だ。時間が経てばまた健太と二人で暮らすことができる。そう思うとなんだか心が急に軽くなった。義母が怪我をしてしまったことで義実家が大変なのは事実だ。嫁の私にこうして頼ってくれるだけありがたいことなのかもしれない。わかった。じゃあお母さんの足が良くなるまで。その言葉に本当かと夫の顔がパッと明るくなった。すると正面に座っていた義母も嬉しそうに笑みを浮かべた。ありがとう、七重さん。あなたみたいな優しい人が健太と結婚してくれて本当によかったわ。いえ、そんなことは。お母さんも無理せず直してくださいね。もちろん、なるべく七重さんたちに迷惑をかけないようにするから。困ったことがあったらいつでも頼ってくださいね。できることはしますので。こうして私は結婚と同時に義実家で同居を始めることとなった。夫の家族の役に立てるのならそれに越したことはない。だが私はまだ気づいていなかった。義母が頑なに同居を頼んできた本当の理由に。義母の足が治るまで同居する、この選択が間違っていたと気づくのにさほど時間はかからなかった。義実家での生活が始まってから一週間ほど経ったある日、いつも通り仕事から帰宅すると義父母が不機嫌そうに座っていた。義母は私の姿を見るなりぶっきらぼうに放った。ちょっと七井さん、今何時だと思ってるの？今は19時ですけど。すみません、今日は残業で。うちに嫁いできてもう一週間経ったわよね。なら夕飯の時間が19時だってこと分かってるはずでしょ。それなのにどうしてさっさと帰ってこないのよ。すみません、でも健太さんもまだ帰ってこないですよね。はあ、何言ってるの。さっさと夕飯を作れと言ってるのよ。夕飯ですか。同居が始まってから家事は完全に分担することになっていた。夫婦の分は私が、義両親の分は義母が。義母は足が悪いと言っても歩けないほどではなく最低限の家事はできる。ただ階段の上り下りが困難というだけの話だ。最近では朝食は私が担当し夕飯は義母となっている。なので私はてっきりその分担が続くものだと思っていた。それなのにどうやら違ったらしい。私は聞き漏れのないよう再度義母に尋ねた。あの、私今朝ご飯を作りましたけど夕飯も作れってことですか？当たり前でしょ、嫁なんだから。本当なら私たちの洗濯もやるのが当たり前なのよ。いやでも私は日中働いてますし、いくらなんでも負担が。嫁の分際で何偉そうなこと言ってるのよ。嫁は黙って家事をする。外で働かせてやってんだから家のことくらい文句言わずにやりなさい。そんな。この日から私の地獄は始まった。家事は全て押し付けられ、作った料理にも文句を言われる。朝は誰よりも早く起き、風呂は一番最後、夜は全ての戸締まりや火元の点検を終えてから眠りにつく。どう考えても時間が足りず必然的に睡眠不足となった。そんな日々が続き、同居から1年が経つ頃には5キロも痩せていた。しかもこの頃夫の健太がいきなり仕事を退職する。私に何の相談もなく突然仕事を辞めてきたのだ。理由は同僚との揉め事らしい。
どうやら良きライバルだった同期が先に昇進してしまい、それを夫が逆恨みし暴言を吐いたらしい。俺は悪くないと夫は豪語しており、イフボも夫の肩を持つ始末。話を聞くと夫が悪いように思うが、ここで私が批判したらまた面倒なことになるだけ。なので私は仕事を辞めたことに対して夫を責めることはせず、当たり障りなく声をかけた。ケンタ、いろいろ大変だったね。今はとりあえずゆっくりしたらいいよ。言われなくてもそうするわ、夫は強気に答えた。小遣い稼ぎ程度にバイトはするけど、生活費まで払う余裕はないから、奈々の給料からよろしくな。え？私？今でさえ毎月10万も入れてるのに。俺の分と合わせて来月から20万だ。家賃もなくただで実家に住ませてやってんだから、それくらいしっかり払えよ。そんな。10万でさえ高すぎると思っているのに、いきなり20万を生活費として入れろだなんて。とはいえ、夫が勝手に仕事を辞めてしまった以上、生活費は私が支払うしかない。その翌月、試しに自分の分の10万円だけ先に支払うと、案の定義母は激怒した。余命のくせに夫の助けにもならないなんて、などと散々罵倒される結果となった。それからはきっちり毎月20万義母に渡すようになった。夫はコンビニバイトを始めたものの、週に2、3日程度。その収入は全て漫画やゲームの課金に費やしてしまい、少しでも私の負担を軽くしようという気持ちは感じられない。そんな生活が1年ほど続き、私は疲弊していた。この1年間何度も何度も離婚を考えた。現に義母はもうスタスタと歩けるくらいには回復しており、パートにも復帰できそうだ。それなのに職を探す素振りすら見せず、毎日私に嫁いびりをするだけ。もちろん義父と夫は助けてくれず、私は日々孤独と戦っていた。ここまでされてなぜ離婚しないのか。それは4ヶ月ほど前に妊娠が判明したからだ。私はさほどつわりがひどくなかったため、義父母にはまだ妊娠を伝えていない。だがお腹も膨らんできたので、隠すのもそろそろ限界がある。何度も離婚したいと思ったが、私は希望を捨てられなかった。子供が生まれれば夫と義父母は変わってくれるかもしれない。この子が生まれれば家族みんなでいい関係を築けるかもしれない、と。この日、定期検診で病院に行くと、お腹の子の性別が判明する。そこで私は、みんなが集まる夕飯のタイミングで、義父母に妊娠を打ち明けることにした。こんな時にすみません。今年の夏に、赤ちゃんが生まれます。その発言に、義父母の目は点になっている。義母は信じられないといった様子で私に尋ねてきた。七井さん、本当なの？妊娠してるって。はい、今6ヶ月ですでに安定期に入っています。普段から緩めの服を着ていたので気づかなかったかもしれませんが。まあまあ、よかったわ。もう結婚して数年経つのに妊娠報告がないから、七井さんが不妊なのかと思って少し心配してたのよ。はあ、義母の言葉に引っかかりつつも深くは突っ込まず適当に流すことにした。出産予定日が8月だと聞くと、義母は当然のごとくあっさりこう言い放った。あら、夏生まれの男の子は健康でいいわね。嬉しいわ。いえ、女の子ですよ。経過も順調です。
にっこり笑って言うと、一瞬部屋の空気がしんと静まり返った。そんな中、義母は恐ろしい剣幕でこうつぶやいた。今なんて言ったの？え？いや、ですから妊娠の経過は順調だって。そうじゃないわよ、性別の話。性別は女の子ですけど。は？女の子？ふざけないで。男の恋がいらないわよ。なんてこと言うんですか。性別なんてどちらでもいいじゃないですか。うちに女なんていらないわ。男を産めない役立たずの嫁は出ていけ。突然怒鳴られ、あまりの恐怖にビクッと肩が震えた。本来ならおめでとうと言ってもらえるはずの妊娠報告。それなのに、なぜ私はこんなにも罵倒されているのだろうか。あんたみたいなグズ嫁に用はないわ。ほら、さっさと立ちなさい。義母に腕を引っ張られ、まだ冷える夜中に強引に放り出される。しかし夫は助けるどころか何も行動を起こさなかった。それどころか夫は冷めた目で私を見ていた。どうやら彼もお腹の子が男の子だと思い込んでいたらしい。お前って本当に役立たずだな。最後に夫がそうつぶやいたのを私は聞き逃さなかった。その瞬間、私の心は外気のようにスーッと冷めていった。どうして、なんで私がこんな目に。健康に生まれてくれさえすればそれだけで十分なのに。許せない。こうなったらお望み通り出て行ってやるわ。外に放り投げられたカバンを持ち、私は実家へと向かった。実家までは新幹線で1時間以上かかるが、今ならまだ最終便に間に合うだろう。私は込み上げてくる涙をこらえ、早足で歩き出した。数時間後に実家に到着すると、父と母が驚いた様子で私を見つめた。それもそのはず。まだ冷えるというのに上着も羽織らず、バッグ一つで帰ってきたからだ。事情を話すと父は激怒した。明日あっちに怒鳴り込みに行く、とかなり殺気立っている。ふと画面に映ったニュースに目を向けた私は思わず言葉を失った。え？嘘。そこに映っていたのは真っ赤な炎に包まれる義実家の様子だった。住人はすでに避難しているらしいが、家全体は炎に包まれており、消防隊が必死に消火活動を行っている。両親を呼んでニュースを見せると、母は自業自得ね、と小さくつぶやいた。翌日、私のスマホに夫から着信があった。もしもし、と応じる私に彼は焦ったように話し始めた。七重か？今どこにいるんだよ。どこって、実家だけど。なんか用ですか？大変なんだよ。実は家が火事になって。ああ、なんかニュースで見たわ。ご愁傷様ね。知ってたのかよ。だったら連絡するのが普通だろう。どうして？私を追い出したのはあなたたちじゃない。それは。口ごもる夫の背後で義母が何やらギャーギャーと騒いでいる。これ以上面倒ごとに巻き込まれたくはない。電話を切ろうとする私に義母が怒鳴り声を上げた。ちょっと七重さん、あなた火事の件を知ってるならさっさと連絡してきなさいよ。何言ってるんですか。
出て行けと言ったのはお母さんの方ですよね。そんなの言葉のあやでしょ。こっちは家が燃えて大変なの。お父さんの通帳なんかも燃えちゃってお金がないのよ。早く助けに来なさい。どうして私が。火事の原因はお母さん、あなたなのに。な、何言ってるのよ。私は何も。さっきニュースでやってましたよ。出火元はキッチンの火の不始末だって。あの家でキッチンに立つのはお母さんだけ。以前は私がきちんと戸締まりや火元の点検をしてましたけど、すでにあの家を追い出されてしまったので。な。するとそれを聞いていた夫が、どういうことだよと義母に強く問い詰めた。どうやら義母は自分に火はないと家族に言い張っていたらしい。出火元がキッチンで火の不始末が原因だというのなら、義母がうっかり点検を忘れていたのだろう。これまで私に全てを押し付けていたことがあだとなったのだ。事実を知った夫と義父は大激怒。電話の奥で義母を責め立てる声が次々と聞こえてきた。すると義母は何を思ったのか、七井さん助けてちょうだいと手のひらを返して私に助けを求めてきた。今さら私を味方につけようだなんて虫がよすぎる。気づくと私は積もりに積もった不満を義母にぶちまけていた。ふざけないで。こうなったのは全部あんたたちのせいでしょ。私はただ家族として平和に過ごしたかった。子供を産んで温かい家庭を築きたかっただけ。それをぶち壊したのは紛れもないあんたたちよ。そんなに怒らないでちょうだい。謝るわ。だからまた一緒に。平気で人の気持ちを踏みにじるような人とまた一緒に暮らせって。そんなのまっぴらごめんよ。私はもうあんたたちを信用しない。義理の家族として一緒に生活するなんて死んでもごめんよ。健太とは離婚します。もう二度と私に関わらないで。親子三人で勝手に地獄に落ちればいいわ。そんな待って待ってよ七井さん。義母の声を遮り、私は一方的に電話を切った。その後父の勧めで弁護士事務所へ向かった。私は弁護士に相談し夫との離婚手続きを進めることにした。私のスマホには義母や夫からの罵倒メッセージが多く残されており、しかも義母の嫁いびりに関しては近所の人たちの目撃証言もある。おかげで私は有利に離婚を成立させることができた。健太と義母には精神的苦痛を理由に慰謝料がそれぞれ請求された。義父は通帳を作り直し口座自体は戻ってきた。だが彼は日頃からキャバクラへ通ってキャバ嬢に貢ぎまくっていたらしい。残高はゼロに近く、アパートも借りられない状態だった。結果健太と義母は朝から晩まで死に物狂いで働く羽目になった。私への慰謝料ですでに借金を抱えているため、この先しばらくは厳しい生活が続くだろう。一方の私はというと、産休に入り無事臨月を迎えた。日々激しくなる胎動に驚きつつも、母になる幸せをかみしめている。両親も我が子の誕生を楽しみにしており、育児を手伝うと言ってくれている。父と母の力を借りながら、この先我が子にたくさんの愛情を与えていきたい。